はいどうも、かっぱ院長です。じゃあ、こちら最初のニュースはね、このニュース、多分、ワイドショーとかでもやってたと思うんで、速報が飛んでましたよね。翼のトゥーさん、ね、東京中国補欠選挙でこの、ね、散々この暴れ倒し続けてくれた翼のトゥーさん、まあ、選挙終わってからも、にゃんややんや、なんか粘着してさ、ね、団体、集団でストーキング行為、で迷惑行為、なんやかんや結局、人に迷惑かけてさ、ね、社会でこのなんか、ね、なんだろう。 法律。ねあの。違法行為じゃない。適法。範囲内で、ね。合法だ。なんだかんだ言いながら人に迷惑をかけて人が嫌がることをやってこの掘ってたやつらなんだろう。うん。家宅捜索だって <noise>、まあ。その中もっと捕まえてぶち込んじまえよ。邪魔だから。うん。えー、翼の塔本部かな。うん。本部に家宅捜索が入って、あと機動隊も出動した。どうなんだろうね。機動隊と人汚着、なんかあったのかな。 まあこれ僕午前中、お昼ぐらいかな、午前中の段階での、だからまあ今、もうちょっと進展した続報が出てると思うんで、これはなんか日付変わったら、ちょっと改めて、明日あたり、もう一回、ちょこっと詳しく見た方がいいかも分かんないですよね。ついでに逮捕しちゃえばいいのにな。で、本人たちは、確かなんかね、代表のこの黒川さんは、ね、まことにいかんみたいな、なんかそんなことを言ってたような気がするんですけどね。 えー、自分は候補者出していて表現の自由の範囲内だと、まあ、主張してましたよね。うんまあ、そもそもがだって警察署内でさ、ね、その時はなて言ったっけな,なんか小池さんの嫌がらせだみたいなあいつの差し金だみたいな、うん、でなんかこの警察署内でこの散々この唾吐いて暴れ回ってたけどまあ一応ねこの警察組織が言うことやることは全部正しいそんなこと言うつもりはないんですけども、ね、にしたってあれはだめだよ。 迷惑行為だよ、普通に、うん。で、公職選挙法違反、ね、選挙妨害だろうん、自由妨害だっけね、うん。まあ、政党を装った、ね、候補者を装った、ね、活動家で、あと自称ビジネスマンだっけね、選挙妨害ビジネスの仕掛け人だろうん、逮捕でいいだろ、普通に。うん。ね。 えーでまあ、公職選挙法違反の疑いで、とりあえず翼の党、えー、もう立憲視野だから、もう立憲しちまえよな、うん、でなんか目の前でこの抵抗な、なんだろう、揉めたりしなかったのかな、現場で、なんか,そのなんか家宅捜索中のなんかインタビューっぽいのをなんか見たような気がしたんですけども、なんかこの激しく抵抗してさ、もうその場で逮捕されちまえばよかったのにな、機動隊もいることだし。 であとこの本部のほかにこの黒川代表の自宅など複数に対して一斉捜査だと、まあ、なんかどうなんですかね上の方のこのバックのやつとかさ、ね、この令和の共産とかあの辺のなんかこの支援団体とか、ね、え誰の指示でみたいなそこまでいけるかな、ね、えやれたらやってほしいんですけどね,ね要はこの反日外国勢、頼った連中なんて一匹たりとも、ね、日本社会に必要ない輩なんで、うん、別にこいつらだけじゃなくてね。うん 表現の自由とかさ、ね、何かしらのこの権利とか、ね、それ別にあるのお前たちだけじゃねえよ、うん。お前たちの周りにいる我々一般人にとっても、ねうん、お前らを拒否する権利があるからな、うん。まあだから結局さ、てめえが言われて、ね、も基本中の基本じゃん、人として。ね、自分が言われて嫌なこと、ね、自分がやられて困ること、ね、普通は人にも言わないし、やらないよね。 うん、いくらこの権利だ表現の自由だなんやかんやっつったってね自分がやりたいことをやるんだ言いたいことを言うんだその権利があるんだ保証されてるんだ違法じゃないんだ適法だつったってね、うん、そもそも社会人一社会人として日本社会で生きてる以上、ね、てめえさえよければなんて話は通用しねえんだよ、うん、ただまあこういつらに限らずなんかもっと身近なところでやっぱこの手のこういう類ってやっぱ増えましたよね 昔からいて、ね、当時は昭和の頃とか、ね、ネットとか今みたいに、ね、1人1台スマホ持ってて、すぐのパシャッ、ガーッこの SNS に上げて拡散とかっていうのがなかったから、なかなかこの知られなかった、ね、その年その年でなんかこうね、葬り去られたというか、そもそも大ごとに、公にならなかったっていうけなだけで、実は昔から一定数、た、まあ、多分一定数いたんでしょうけどね。うん あだからいい機会だから、ね、これもなんか掃除していくきっかけにしてもらいたいよね。うん、こういうアホはやっぱり、ビーンとつまんで、ぴーンと弾いていかないとダメなんだよ、うん。まあいいや、ちょっと内容見ていきましょうかね。えー、衆議院、東京1中国補欠選挙での、ね、翼の党による、ね、街頭演説妨害問題で、警視庁が公、えー、職選挙法の疑いで党本部、あと関係先に家宅捜索に入りましたと。 どんなのが出てくるんだろうね。どっかでも誰がどこの誰のね指示で降りてきたのかみたいな。なんかこのすでにこのオーダー入っててね。うん。選挙妨害ビジネスとやらのこのなんか <laughs>。なんか世にこの出てね威力を発揮する前の段階でなんかもう抑えられちゃったりとかしたらね長母とかさ <laughs> 出てきたりするかな。うん。 で、えー、まあ、捜査関係者によると、翼の党、黒川代表ら3人が、選挙期間中に大応募で他の陣営の、えー、街頭演説を妨害したり、他の陣営の選挙区間を追尾して交通を妨げたりするなどしていたということだと。で、翼の党に対してこれまで複数の陣営が警視庁に被害と、えー、相談が寄せられていて、一番すでに被害届を受理していますよと。で、まあ、立憲視野に。 家宅捜索などで押収した資料から選挙妨害の経緯を調べる方針ですと。いや、黒幕とかさ、ね、誰の指示で動いてたのか、そこまでなんかかっぱいでもらいたいよね。芋づる式にさ、あそうか、やっぱりこういう、そうか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 、そうだったんだ、みたいな感じで。あちょっとなんかこう、さすがにさ、ここまで淀んで、このくすんでも、もう切ったね、切ったね、正解。ねえ、もう風通しも減ったくれもないような。 うん、むしろ悪さしてねえやつらなんかいねえよっていう、もうちょ,うちょっとなんか掃除して、このね、風通しよくした方がいいんじゃないのねこの選挙で、ねえ、政治家選ぶっていうさ、ね、これをまだ続けるっつうんだったらさ、うん、まあ、適法だからいいとか言ってたけど、なんか、橘さんとかも言ってたっけ橘さんなんか、ガサ来るぞっていう、なんか警告してたんだっけちょっとのっちゃんが忘れちゃいましたけど、まあ、元仲間だしね、まあ、操作はされるよなと。うん だってこれ逆にさ、これが OK だったら、次が翼の党に対して、ね、全、うん、政党が同じことを言ってもやってもっていう、そういうことになっちゃうんだからさ。うん。つうか、なんか個人宅訪問して選挙活動みたいなことしてた、ね、あれはどうなんですかね。ね、うん。ね、こいつらのこのバック後ろだって、結局具体的にどことどことどこ,とどことで誰と誰と誰なんですかね。ね、うん。そこまでなんかこうね、引きずり下ろす、吊るし上げるところまで行けたら大したもんですけども。 まあちょっとこの警告じゃないですかね。うん、ねだから、まあそうなるって言ってんじゃないですけどなんかこの不起訴の可能性が、ねうん、僕はなんか低くないと思うんでもうちょっとなんか注意深く見ないと何ともあれなんですけどね、うん、ただね、うん、やっぱりねだめ、うん、なものはだめだしおかしいものはおかしいんで、うん、まあここはしっかりと、ね、特にこの警察の人たちに頑張ってもらってねと、うん、思いますけども。 まあだからついでにこの過去さかのぼってね、うん、立憲、共産、社民、令和、この辺のなん随分の、ね、ずいぶんのなんかわけのわからんこのね選挙活動というなのやりたい放題、こいつらだって大概だったんだからさ、うん、まあ最初の頃からねいろんなところで言われていたようにこんなもん許してね、うん、まかり通るそんな状態続けるんだったらさ、ね、この妨害のやり合いでしょ。 ね、で選挙利用してやりたい放題無法地帯になっちゃうんで選挙制度自体が、ねうん、壊されかねない逆に壊しちゃって違うものを選ばざるを得ない考えざるを得ないようにするっていうのもありかなと思う一瞬思ったんですけど、まあ、何せこ,のこういう手合いはやっぱりねきっちり1回ず、ね、その都度その都度始末していかないととは思いますんで、うん、どうなんでしょうねこのパヨ界隈はさ、ね、全力抗議いかないのね 権,権力による弾圧だっつってさ、うん、ん男犬のライブ配信とかはどうだったんですかね、うん、これからやるのかな、うん、はいということでね今回は以上です